白肌メイクを基本とした白ギャル、として人気の伊藤桃さんをご存知ですか？モデル活動の他にも、アパレルやコスメのプロデュースも手掛けている、桃さんの生い立ちを追ってみましょう。伊藤桃さんは2000年12月16日に大阪府で生まれましたが、静岡県で育っています。家族は、両親と妹との4人家族です。小学校は、静岡の公立小学校に入学しました。絵画が得意で、小学校の頃は毎年のように、市の美術展に作品が選出されていました。中学はご両親の転勤の関係で大阪の中学に通い始めました。小学3年生から続けているバスケを続けつつ、学年で悪そうなグループに入ったそう。桃さん曰く、当時は生きがりたい、という気持ちもあったのだとか、中学2年生の時に、静岡に戻ってきて静岡市立大里中学校に転校します。転校して早々、可愛い子が転校してきた、と話題になりました。他のクラスの男子はもちろん、上級生の男子までも、桃さんのクラスを覗きに来るほどの大人気でした。しかし、そうなると面白くないのは、他の女子たちです。男子と話しているだけで、ぶりっこしている、と言われ、LINE のタイムラインに悪口を書かれました。転校したてで、親しい友達もできないうちに、女子に睨まれて陰口を言われていたそうです。そんなある日、我慢の限界だった桃さんは、悪口を言っている女子に直接対決を仕掛けます。本人に言い放った言葉は、言いたいことがあるならはっきり言えよ、でした。この直接対決の噂はあっという間に学校中に知れ渡り、桃と関わらない方がいい、桃は怖い、と評判になってしまいます。その当時のことを振り返り、桃さんは本当は怖かったから、と語ります。舐められたくない。相手を怖がらせてでも、悪口を言わせないようにしようとした行動でした。そんなこともあって、悪口は言われなくなったものの、学校に行きにくくなってしまい、学校を休みがちになります。中学3年生になると、教室にいると心が痛い、気がして、保健室登校をするようになりました。悪ぶりたい時期でもあったのか、遅刻するのがかっこいいような気がして、昼から生きて登校していた、ことも、学校に親しい友達がいなくて、居場所がなかった桃は、学校の隣の座れるスペースで、ゲームをしていたこともありました。その学校の子たちとは仲良くできないと思うようになり、他中の子たちと遊ぶようになったそうです。そんな状態だった中学時代の桃さんは、家庭でも荒れていました。両親とは、ほとんど会話をせず、衝突することも多々ありました。暴力を振るうようなこともあったようです。両親が寝るのを待って、やんちゃな仲間と遊びに行き、そのことがバレてまた怒られる。というようなことを繰り返していました。この頃からギャル雑誌を読み始めました。可愛いモデルと自分の顔を比べて泣いてしまい、どうしてこんな顔に産んだの、と母親に詰め寄ったこともありました。思春期にはありがちなことですが、桃も毎日鏡とにらめっこ。自分の顔を好きになれず、血が出るほど引っかいたこともありました。憧れは、モデルさんのようなパッチリ二重。当時の自分の腫れぼったい目が気に入らなかった桃さんは、アイプチの仕上がりにも満足できず、セロテープでまぶたを貼り付けたりもしました。それでもうまくいかないと、裁縫の針で、まぶたに浅い傷をつけて二重にしようとしたこともあったとか。まだ中学生で、他の方法も思いつかなかったのでしょう。とにかく理想の顔に近づけたくて必死だった、と当時を振り返っています。そんな毎日を過ごしていた桃ですが、ある時、メイク、に出会います。きっかけは、ドラッグストアでお母さんに買ってもらった色付きリップでした。大嫌いだった自分の顔ですが、リップをつけてから見ると、パッと明るくなったようで、可愛い、と思いました。それから独学でメイクにのめり込んでいきます。嫌なことがあってもメイクをして自分のことを一瞬でも可愛いと思えると、気持ちを切り替えられるし、自信も持てる。桃さんは、学校から帰ってくるなり、すぐにメイクの練習を開始。1日に2時間くらい練習することもあったようです。白ギャルとして有名な桃ですが、中学生時代からギャルになるなら絶対白ギャルがいい、と決めていました。また桃さんは、ラーメン店でのアルバイトでも頑張っていました。
15歳の時にすでに自分でちゃんとお金を稼いで生きていきたい、と考えていた桃は、アルバイトができる年齢になるとすぐに、働き始めました。学校に通いながらも、夕方と土日にしっかりシフトを入れて、月に10万円以上稼いでいました。ラーメン店のチェーンでのトッピングを競う全国コンテストがあると、店長と賞金を取ろう、と意気込み、様々なアイデアを出していきます。おすすめのトッピングのポップを自作して店舗に掲示したり、スタッフの業務連絡ノートにトッピングの売り上げを伸ばすための接客のコツを書いたりしました。その甲斐あって売り上げは伸び、優秀店員として表彰されます。高校は女子高校に進学した桃ですが、高校2年生になる時に、通信制の筑波開成学園高等学校に転校します。転校の理由は芸能事務所入りして、芸能活動を始めたから、全日制の女子校は校則が厳しくて何もできなかったようです。モデルデビューのきっかけは、2017年のポップティーン専属モデルオーディション。友達に誘われてノリで応募したオーディションでしたが、準グランプリを獲得します。現在は、モデルをしながら、アパレルやコスメのプロデュースも手掛けるもも。モデルの他にもティックトッカーやユーチューバーとしても活動しています。女の子らしい雰囲気でとても可愛らしいももですが、自分の顔に強いコンプレックスを持ち、メイクによって救われたという過去を持っていました。今現在、外見のコンプレックスに悩んでいる子の助けになりたいという、強い思いが現在の活躍の原動力になっているようです。学校生活もうまくいかず、家族とも衝突してばかりだったももさん。そんな学生時代に、悩みながら迷いながらも、自分が活かせる道を見つけ出し、それを大切に育てて現在の成功を手に入れました。そのことは、今あまりうまくいっていない思春期の子供たちに、大きな勇気を与えるのではないでしょうか。今後の活躍にも注目していきたいですね。